どうも、リカちゃん人形でございます。あの、リリカちゃんっていうのが最近ね、なんか YouTube で出てきて、なんだろうと思ったんですけども、リカちゃんとは違いますね。で、今回、リカちゃん人形で稼ぐ方法ということで動画いただいたんですけども、あの、やっぱりね、徹底的に何かが好きとか、徹底的に何かにこだわりたいっていう方は、それだけで才能なんでしょうね。 で、私たちが好きとか嫌いを言うときって、それはあくまでも人並みぐらいに好きで、人並みぐらいに嫌いなんですよ。だからありふれた好き嫌いなんですよ、きっと。だからあんまり尖らないんですよね、うん。例えば、ワンちゃんが好きな方ね、犬が好きだよって言っても、そんなにね、犬好きじゃないんですよ。う四六時中犬のこと考えてるわけじゃなくて、四六時中犬と付き合ってるわけじゃなくて、犬の種類が、 10種類以上いるのに10種類も言えなかったりとかね。その程度の犬の好きさなんですよね。それから他にも、うーん、そうですね。あれが好きだよ、これが好きだよの中に、うん、なんかバイクが好きだよっていうね、方もいらっしゃると思います。バイクが好きなんだけども、まあまあ、ありふれた好きさであり、ありふれたこだわりであり。その中でリカちゃん人形ですよね。リカちゃん人形はみんな好きな人多いんですけども、でも似たり寄ったりの好きさなんですよね。そこに、 ストーリーや何かしらの妄想をぶちこまして、リカちゃんになんか命とかね、それから生命感を与えているところまで好きかどうか、それを表現する方法を手に入れるぐらい好きなのかどうかっていうと、それは本当特定の方に限られちゃったりとか、まあ、そもそもリカちゃん人形なんてある一定の年齢行ったらもう興味なくなっちゃうわけですよ。まあそうですね、大体あるじゃないですか。女の子だって小学生の低学年ぐらいでリカちゃん人形から手を離して、 別のものにね、興味を移すんでしょうね、きっと。うん、でもそれが、20代になっても30代になっても、40代になっても50代になっても、もう同じくらいのテンションでリカちゃんが好き。リカちゃんが好きなんだけども、資金力がついて、時間の有用でできたから、まさにもっともっとね、コンテンツを広げていけるみたいなね。だって、リカちゃん人形が大好きな、ね、4歳児、5歳児っ,って、企画を立てて YouTube で撮影して編集してってできないですもんね。うん、だから、どこまでも、 好きででいれるかかどうかってののは一つの強い才能でありもうねビジネスの考えとかビジネスのノウハウとかテクニックなくたってそういう人はもうそれで稼ぎちゃうんですよねきっとね。うん、はいということでね理科さん人形で稼ぐ方法吉田さん確かにね顔出しした方がいいんですかとか顔出ししなくてできる方がないんですかとかっていう質問のレベルっていうのは申し訳ないけどもビジネスで稼ぎたいと思ってる人がね なんでそんなところでつまずくんだなんでそんなところでね、質問出すぐらいのセンスなんだと思っちゃいますよ。ね。なんかお金が稼げるんだったら雑草でも食うぜ、みたいなね。そのぐらいの根性がないとダメでしょうね。だってお金稼ぐわけだから。今までの自分でお金稼げてるんだったら稼げてるでしょ。だから違う自分になっていかないと、違う人生は踏み出せないってことなんでしょうね。いってらっしゃい。